それでは始まったのかな。はい。はい、あ、もう始まってますですね。数ね。えて太郎さんが先かな。太郎さんが先。はい、そっちが。先手が2六歩です。あ、先手とこと逆。先手とこと逆。後手の最初が太郎さんっていう、多分これで合ってると。あれ、逆かな。あ、じゃあ太郎さんが後手なんだったらそっち後手じゃん。これ逆、やっぱ逆かもしれないですね。全部が。これ必ず外してもらいます。ごめんね。2六歩、8四歩、2五歩でこっか。すね。今打ってるのはライさん、こっちわたわた、すいません。はい、すみません、すみません。バタバタしはい。これは、こうですね。相掛かりっていう相掛かり。戦法ですね。二人とも一緒ってことですか？後手が、そう。8五歩です。すごいですね。上田さん、これすれ違い通信なんじゃない？違う、すれ違い通信は、ここ。そうか、違った。もう遠いか。すれ違い通信。面白い用語がどんどん出てくるんですよ。はい、前提が7八金です。ね、角の頭ってのは弱いんで、角って前に行けないですからね、斜めしか行けないんで、角の頭をこの金で守ったんですね。この前テレビで将棋のことやってたんですよ。何のテレビですか？なんかなんだっけ、この将棋が昔が3人その戦争の時に使われてたっていうのを、僕見てないんですけど、はい、知り合いに聞きました、その話。なんか都市伝説かなんかですけど。そう都市伝説、都市伝説の番組、この前スペシャルでやってたやつ見てて、すげーって思って。でも内容はあんまり聞いてないんだけど、どういう感じだったんですか？なんかその戦争する時の戦略を教えたのが将棋の人、見た人いましたよ。将棋のすごい強かった人らしいんですけど。あ、それが増田幸三先生っていう話だったのかな。そうです、ね、なんかそんなような。で、なんかその将棋は戦争のなんかそういうのに使われるから日本から排除しろみたいな。そのアメリカが勝った時です。アメリカが勝った時かな、取ったとこですね、後手が。その時にすごい言われて、それでじゃあそっちの国のチェスはどうなんだみたいな感じのバトルをした話があるみたいな、うん、それで勝ったから、そのなんていう会話のバトルに勝ったから今将棋が残ってるみたいな。そうなんだ。本当はなくなるところだったみたいな、日本からみたいな話を聞いて、よかった。先手2四という伝説ですね。同じく一緒です。そう、伝説ですね。本当かどうかわかんない。わかんない。面白い。麻雀の都市伝説ってあんまりないですよね。ないで、あんまりないです。歴が多分そこまで、その麻雀というゲーム自体はあるんですけど、うん、そう、表立ってこうみんながやるようになったりとかネットが広がったのが割と最近で、そうなんですか。麻雀がピックアップされるようになった。麻雀の歴史ちょっと知りたいですけど、どういう感じなんですか？なんか多分すごい昔から、まあ、日本のものじゃないらしいんで、 あるらしいですけど、そうですね、なんか中国から伝わった的な。ぽいですよね、字がまず麻雀っていう字が。そうですね、中国先手が2六飛車、でもルール後手が7二銀です。あ、いえいえ、むしろすいません、ありがとうございます。麻雀は師匠とかですとか、中国麻雀とか。ああ、そうなんですか。麻雀あんまり指定関係はないですね。うーん、じゃないですか。あるのかな。ないかもしれない。師匠とかっていないですね。うん、いろんな人の意見を聞いて自分の、あ、弟子入りとかいう感じはない。ないんですよ。あの、多分将棋と違って絶対強い人が勝つゲームじゃないんで、その結構その素人さんでもプロの人に勝ったりとかする。まあ運の要素もありますが、なんでそんな多分難しいんじゃないですかね。そのなんかこう、うん、全体で段位をつけたりとかも難しい。難しい。ああ、そうか。ので、あ、後手が8三銀です。あるのかな、指定関係の人いるのかな。麻雀プロで昔からやってる人とかいるみたいですよ。その亡くなった方なんですけど、すごい強い麻雀プロの方がいて、うん、その人のことすごい今でも慕ってるとかっていう話を聞いたりとかするんで、うん、
対抗戦とかだったら飯田先生とか、飯田、そうですね、飯田さんとかですよね。7六歩ですね。はい、先手7六歩。もう将棋はその弟子入りしないとプロになれないんですね。そうですよね。はい、まあ、今出てますけど、久野師匠、市田和夫九段にあのもうプロを目指す前に、うん、あの弟子入りして師匠になってくださいと言って、うんうん、そうしないとそのプロを目指すこともできないんですよ。その4です。じゃあ養成所みたいなところに入らなきゃいけないんですけど、奨励会っていうんですよね、はい。そこに入るためには師匠がいないといけないんですね。へえ。あんまりじゃあ誰のとこにも行きたくないなって思ってる人はどうしたら？なれないってことですね。なれない。でも師匠いないといけないんで、まあ、誰かしら誰かしらに、はい、誰かしら名前貸してくださいみたいな。まあそんなあからさまには言わないですけど、ね、あれそれではいっていう人はあんまりいないそうですよね。確かに失礼な弟子です。あれから今馬になりました。はい、馬になりました。先手2位角成り。そうですよね。まあ心の底でそう思ってるかもしれないですけど、直接は言わないと思います。落語家みたいですね。ちょっとそこだけ聞いてると師匠に言うとダメだ。弟子入りすると後手が3二銀。同じく銀。弟子変える人いるんですか？弟子を変える、あ、弟子じゃない、師匠を変えちゃう人っているんですか？師匠を変えるっていうことは破門されたりとかでその違うところに行くみたいなとかもあったりするんですか？あんまりないんですか？ほとんどないんですけど、はい、まあない1回2回はあるかもしれないですけどね、長い歴史の中では。3二が同銀で馬を取ってますね。後手が、後手の銀が馬を取って2二ですね。2二です。こうそう、皆さんここに先手が銀が上がってますか。8八銀。コメントがすごい、皆さん将棋に詳しい方ばかりで、はい、本当ですよ、ええ、結構皆さん詳しいです。将棋好きの方が見てらっしゃるんですかね。そのマージャン好きの方なのか、あ、多分どっちも見てると思います。いや、どのぐらいの割合かな。今見てるとすごい詳しい。結構詳しいです。マージャン好きの方で将棋も好きっていう方も結構多いんですよ。確かに。ちょっとアンケート取ってみたいですけど ね家族好きがいっぱいいて嬉しいです。はい、先手5八玉です。みんな好き。みんな好き。あ、みんな好き。ひぐみ好きっていうのもある。ありがとうございます。ひぐみ好きもありましたし、人狼好きもいます。人狼好き、人狼好き混ざってます。人狼ではない。人狼じゃないですか。人狼そこにありますけど大丈夫です。誰かぶります。そんなあからさまな人狼は僕人狼じゃないですみたいな、それかぶってちょっつけみたいな。お互い真ん中に5二玉、はあ、はい、動きましたね。こんな形にいつの間にかなりました。女好き女好きもいますね。フィギュアロー村ですね。僕一回だけお邪魔したことあります。あ、どうでした？そうでした。確かご一緒してますよね。そうです、そうですよね。その時多分樋口さん初めてお会いしたと思います、はい、お会いしてます、はい、また来てください、スリアロ村、はい、ぜひぜひ。もう結構あの時のスリアロ村よりも怖くなってます。いや、そうなんですよ。僕時々、はい、まあ見るんですけどレベルが上がって、どんどん上がって結構ピリピリした。もう容赦ないですからね、うん、この間中田先生とか1日目で噛まれてました。どういうことですか。容赦ないですね。いや、やっぱ怖いからなんじゃないですか。その中田さんは怖いからだと思いますよ。はい、早めに早めに噛んで天国ルームで喋っといてくださいみたいな、いってらっしゃ い, いそれでも、ね、あれはねびっくりしました、ね、普通にガチですね。普通にガチです。なんか楽しむっていう感じじゃないですもんね。じゃないです、もう絶対勝ってやろうっていう、うん、ね、はい、走ると言ってます。先手が1六歩、ねえ、うん、結構多くもっと楽しくやりたいな。ポンコツ村ですよ、ポンコツ村。そうなんです、ポンコツ村っていうあの初心者に優しい村もできまして、うんうん、でもあの先生はもう全然ですよ。でもポンコツ村は多分出れません。先生出れません。そのスリアロ村出た人はポンコツ村出れない。あ、そうなんですか。後手が7四銀です。先生はだってあのアルティメットで、うん、すごい、いや、まあ、すごい。そんなにすごく名勝負をね。これこうなって角がちょっとこれひっくり返してますね。いや、あの、ごめんなさい、馬になった。馬になったんで。
先手7七銀。アルティメット人狼っていう。あれ面白かったですね。あれすごい。そうです。樋口さん見に行ってました私。現地にいられて。はい。カドックモドック会。これのスリアルのなんか CM みたいな。こっちで挟んでましたよね。はい。なんか飲みましたよ。まずい飲み物みたいなやつ。お茶ですよね。苦いお茶ですよね。あれは苦かったですね。結局あれ僕飲んでないんです。え、飲んでないんですか。そう、え、みんな飲んでた気がするんですけど。いや、なんだ、だから釣られなかったんですよ、多分。さすがじゃないですか。最初最後まで生きちゃったし。はい。あと、ああ、そうか。なんかね、トヨピーさんも飲んだ。トヨピーはなんか自分から飲ませてくれみたいなこと言って。それで私も飲むはめになりました。ええ、全然この将棋の話全くしてなくてね。そうですね、将棋の方。いやでもこれまだ全然駒はぶつかってないんですよ。この攻撃戦いが始まってないんで、全然どっちが優勢とかにいう局面ではないですね。はい、お互いなんかこう探り探りっていう探り探り感じですね。戦略を立ててる途中ですか。そうですね。まあどっからまあそろそろ攻めの形を作っていくと思うんですけどね。うん、と言ったらまた守りのじっと4人形ですね、はい、これ渋い渋いですよ。お互いこうなんだろう、間合いを測ってる感じですね、うんうんうん、でも多分達也さんはビクビクしながらやってるはずです。今から達也さんでも笑顔ですよ達也さん。まだでもやっぱ戦いが始まっちゃうと怖いですからね。駒がぶつかったら取った方がいいのか取らない方がいいのかとかそういうの悩むんですけど、ぶつからないうちは先手が3六歩そんなになんかといきなり形勢が差がついたりしないんで安心してさせますね。え、うん、どうなるんでしょう。どうなりますかね。今後手の番ですね。後手はこの銀で攻めたいんですけどね、はい、飛車と銀で協力して攻めたいんですけど、ちょっと今歩の上にいるんで、こう歩がいなければですね、まあ、こっちのこうやってどんどん銀を前に進めることができるんですね。相手の歩をどかして進めることができるんですけど、歩がこれは下にいるので戻った。後手が5二玉戻りましたね。一手前にこうやったんですよ。一手前に4二玉ってやって、はいはい、で今こうやった。はい、戻りました。なぜ多分達也さんがしたい形があるんでしょうね。これはお互いの意思の疎通ができてない。できてないってことだよね。戻しちゃいましたからね、ええ、その先に手無駄にしたってことですよね。ええ、まあすごい高等戦術でですね、はい、手待ちって言って相手に有効な手がないと見て、うん、そういうことやることもあるんですけど、手待ち、あ、手待ちかもしれない。はい、ひたすら待って相手がまあなんだろう、仕掛けてくるのを待つというか、そうですね、ミスを待つというか、まあ、暴発してくるのを待つっていう、まあ、戦術はあるんですけどね。例えばですけど、この状態とかで2人ともがずっと手待ちをし続けた場合、あ、そしたら引き分けない、つめ合わせ見してってやつ、ね、何回やればそうなんですか。同じ全く同じ局面を4回やったら引き分けです、はい、うん、先手が3七桂馬ですね。その前に桂馬が、うん、こうやって4四歩で、まあね、ほっとくとこう桂馬でピョンと、まあ、いつか攻めてくるかもしれないね、うん、それを防いだんだと思いますね。速報高春帰宅って、あ、大井さん、これ大井さんが自分で書いてるのかな。そんなことあります。そんなことないですか。多分ツイッターかなんかで大井さんが6、8、9、9みたいな、大井さんを見てくださってる。なるほど、はい、6、8、9です。大井さん、このあ、こうですね、これか、スリアロ村でご一緒しましたね。そうでしたっけ、はい、大井さんも多趣味ですよね。将棋するし、人狼するし、麻雀するし、まあ、麻雀は趣味じゃないです、まあ、趣味じゃないですよ。代表でしたむしろ。はい、後手が6二金。6二金ですね。金をまっすぐ、うん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 、6の6の6二金です。これか、はい、うん、まあ多分先手の方からいつかは攻めるし、ドンジャラするし、アイドルするし、あ、まあ課金はやばいっすね、大井さん、ね、大井さんマジゲーム課金ゲーだと思ってるんじゃないかな。先手が7九玉です。まあでも課金してくれる人がいないとね。確かに7九玉です。
いやどっから戦いが始まるんでしょうね。なかなか始まんないですね。後手の方は攻める形がちょっと難しいんで、まあ、相手が先手から攻めてくるのを待って、あれまた読みるこれ大丈夫ですか、大丈夫ですか、なんか今刺されたのどちらですかね、うん、まあ、もう達也さん、じゃあ自分でやって自分で戻した感じそうです、なんか、そう、それならいいんですよ、その相手がやってすぐ戻したらなんか喧嘩になっちゃいます、ね、あの仲間割れは切腹なんで、切腹ですよね、切腹になっちゃうんで、うん、それちょっと、うん、多分分かんなかったからやって戻して交代したんですかね、うん、今そんな感じでしたね、これなんなんか分かんないわみたいな、さあさあですねさあ先手はですね、まあそろそろ新井さんが超慰めてる気がする、どっかで攻めたいんですね、まあ先手攻めるとしたらここら辺ですかね、ここら辺の歩をこう伸ばしていって、飛車を引きましたね、あ、飛車を引きました、はい、先手2八飛車、うんうん、なかなか始まんないですね、戦いが始まんないですね、どうなるんだろう、どこでぶつかるんだろうな、うん、後手そうですね、このさっきから、まあ、さっきも言いましたけどこの銀がちょっと、はい、中途半端ない、また金引いた、さっき上がったんですけどね、6二金と後手が6一金、降りた金をこう上がったんですけどもう一回引きましたね、これ結構新井さんが失笑してるんですけどやり直しを、やりたいことが多分違うんじゃないですかね多分卒業ができてないかもこれ仲間割れ しないですか、大丈夫ですか、切腹はちょっと怖いですよ、切腹ですよ、切腹見たことないんで怖いですよ、仲間割れじゃなくて多分達也さんは新井さんにお願いしてるんじゃないですか、うん、ちょっと殺手が終わらなかったのかもしれない、じゃなかったら多分そんな、はい、なんか間違いのないようなことをやってこう渡してるんですよ、うん、でも先手は 6歩を上がってま す, です、ね、こうですね、そうそう、まあ、でこの銀を使いたいんで、はい、ちょっとまあこうやってう、ね、もうこれも下がるしかないですけど、一回こう下がってから使わないと銀ここにずっといてもですね、さあその銀がですね8三に下がりました、今度こっちも下がったどんどん駒が下がっていきますね、面白いなどうします、元通りになったら綺麗に、うん、スタンドの状態があるみたいなでも歩は戻れないんで、あ、振って一回進んだら戻れないんで元の状態にはならないですね、歩以外が元に戻るいやさあどうなりますかね、今4六とつきましたね、まあ、これはでも先手次ポンいつでもこう4五歩と仕掛ける手があるので、先手はまあそのうち攻めると思うんで戦いは始まりますよ、このままあの膠着状態のまま終わるということはないと思いますけどね、大丈夫ですか、はい、うん、棒銀ですね、棒銀っていうのはこうやってからこう歩をこうどんどん進めて銀をどんどん前に出すと、これが棒銀戦法ですね、うん、棒銀、防御の棒っていう意味ですか、あ、棒です、ただの棒、うん、飛車っていうのが、まあ、攻めの軸なんですね、はい、でこれ銀はそのなんかお供みたいな感じで、はい、こう、まあ、銀が棒ですね、武器あでこれがまあ本体だとして、飛車がこの銀を持ってこうお前さ行けよみたいな感じでじゃあなんかあれですね、裏の方棒って書いてる方がなんかしっくりきそうですねいやまあ、そのためだけにいるもんじゃないこっちの銀は守りに使ってます、この形だと棒銀っていう、そう、あの飛車と銀で協力して攻めるのを棒銀っていう、はい、画面進んでます、先手が6八金ですね、金が上がっ、こちら上がって、後手が7四歩です棒銀ってないの、暴れる銀って書いて棒銀、あれ今どっちの方が分からなくなっちゃった、銀立ったんだな、はい、先手が4七銀です、先手の形が結構良くなってきてる感じが、あ、分かります、そのいい形ってのが、いい感じになってますね、あ、それかなり強くないと、うん、これがいい形って言われても意味わかんないですね山ができてるなぐらいに、その形を見てこれがいいか、うん、いいか悪いかっていうのがわかるっていうのはかなり、本当ですか、いやそれはもう相当強いですよ、褒められたよ樋口さんもかなり将棋やられてるよ、いやおかげさまです先生たちのおかげさまです、僕は全然ですけどこの番組のおかげでうん、いや綺麗な形なんですよ、うん、このまあ、守りがさっきと同じですけどね、1局目と同じような感じ、3歩取っていきます、先手7五歩、
しかしですね、これ意表をついて後手の方から先行しましたね。はい、あんなに手待ちばっかりしてたんですけど、やっとこの何だろう、棒銀の形ができたんで、これが銀出てきて飛車と銀でこう協力してどんどん攻めてきますよ。はい、うん、これいい感じですね。後手好調ですね。はい、後手7五同じく銀です。これやっぱさあ棒銀で攻めてきました。棒銀、棒銀、棒銀、うん、飛車と銀とマフですね、うん、この3つでここら辺をどんどん攻める、うんうん、まあ、ここ離れててもまっすぐ来れますから、ね、飛車ってのがいっぱいいてるん で、特に離れてても動かなくていいんですよ。自分は動かないで先にこう1個ずつしか動けないやつを前に出して、うんうん、で攻める。で最後の最後にドーンとくればいいね。まあ、先手が7六歩。うん、ここで7六歩。でここで棒銀戦法の まあ一番基本ですね。これ銀取りなんで銀普通に逃げたくなっちゃうんですけど、逃げずにこう。こういくと。これが棒銀戦法ですね、うん。ちょっと後手チャンスですか？今んとこ。ああ助けてきました。ここ助けてを、ここで達也さんです。達也さんを。あれですね、はい、オロオロしてますね、心が多分。何かいい手はないかという感じじゃないですかね。棒銀で、いや棒銀をやっていいかどうかをちょっと確認したいんじゃないですかね、うん、こんな感じですね。こうやるのか、こうやって大丈夫かどうかですね。いや、いいんじゃないですか、このタイミング。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ちょうどこと見ました。ここですね。そうです、そうです。あ、この銀を逃げるか突っ込むかっていうところですよね。あ、そうです、そうです。僕突っ込もうと思ってます。いいんじゃないですか。ここやっぱり逃げるともったいないんで、ここはもうこう行っちゃっていいと思いますよ。で、はい、まあこう取ってくれば、うん、こうなって、なって、でこれ次にこう金を取った手が大手ですからね。はい、あの大丈夫です。こうすれば金か銀絶対取れますから、はい、これは大丈夫ですね。はい。どうするのが一番いいんですかね。まあ、突っ込んで、まあこう取ったらでも取ってくると思いますよ。取るとどうするんですか。取ったら同銀と取ります。はい。すんなりこれ取って取って、まあ歩打って逃げます。はい、ここに逃げた方がいいかもしれないですね。この辺に逃げておけばこうなれば成功ですね。銀、攻めの銀と守りの銀を交換したんで、こうなれば成功ですね。はい、あ、成功なんだ。いきなりこう突破するってことはできないんですよ。でもこの守りの銀を剥がしたっていうか、このいなくなったじゃないですか。これすごい大事な駒なんですけど、はいはい、これとこっちの攻めの銀を交換したんで、これは成功ですね。成功なんだ。ええ、この後まあ薄くなったんで、まあ、こっちも攻めてくると思うんですけどね。こっちの方から。はい、まあ中、これがあのいきなりはあの突破はできないです。で、注意していただきたいのは、どっかでこう5五角と打ってくるかもしれないですね。こっちから、はい、反撃でですね。はい。したら歩張ればいいじゃないですか。まあ、この時そうですね。この時にあの落ち着いてたんでしょう。まあ、こうやって後からこう角を取りに行くような感じですね。うん、まあ、これさえ気をつけておけば、まあ、今のところは、これ銀交換しておいてですね。はい。攻めの銀と守りの銀。はい。で、攻めの形としてはその後こう桂馬を使って、まあ、端から攻めるか、まあ、そうですね。こうやってこうやって行くと、まあ、歩を打って桂馬を跳ねるとか、まあ、攻めの形としてはこんな感じで攻める。ああ、なるほど。そうですね。こうやって端の方から攻めるとかね。あとここにも歩を効きますからね。と攻める手もありますし。へすごい。なるほどなるほど。ね、こんな感じですね。勝てそう。まあでも先手もですね、多分攻めてくるんですよ。はいはいはい。まあこここうとかこうとか。うん、この時にですね、大将を謝ると結構危ない。まあ取らない方がいいかもしれないですね。取るとこう桂馬がどんどん飛んできて、うん、危ないんで、まあ、ここまで来たら同銀と取っておくぐらいにしておいて、はい、取らないですね。こうついてきたら、はいはいはい、取らないで、うん、なんか攻めたいですかね。どうやって攻めるのがいいかな。何がいいかちょっと迷いますね。例えば、まあ、こう打つような手もありますね。この桂馬を狙って、はいはい、ちょっと受けづらいんですね。これ持ち駒を使う銀とかでちょっともったいないですね。はい、こうやって出て、はい、今度こっちから攻めますし、まあ、角を打ってくれば、はい、取ってから、はい、この
この隙間にこう角を打って、今度こっちの方からここになる角を成って、はい、銀とか桂馬とかここら辺の駒を攻めて攻めづらくするんですね、うん、まあ、こんな感じでこう、まあ、自分だけ攻めることはできないんですけど、はい、うまく相手の、まあ、攻め駒をですねこっちの方をうまく使わせないようにするって、まあ、ちょっと難しいですけどね、はい、わかりました。で、まあ、まずはあの、はい、この銀を交換してください。はい、わかりました。達也さんできます、はい、頑張ってください。はい、本当になんか勝てそうじゃないですか。まあそうですね、いけそうですよね。みんないけそうって今のところはいい感じですね、うん、いい感じですよ。さらっと先生がおっしゃってましたけどいや勝てそうじゃないですか。はい、朝げ、あ、ありがとうございます。買ってくださってありがとうございます。どうでした。いや、なんか勝てそうです。勝てそうですか。はい、勝てそうですよ。さっき達也さんちょ漫画みたいなことやって引かなきゃいけないドアを押して頭をぶつけたかったみたいな、なんかちょっと天然なとこちょっととかって思ってさあ、めっちゃ笑いました。ボギンで攻めていきますよ。後手が8六歩です。かわいい。いや本当になんかうちしかも見ててごめんなさいって思いました、ね、そんなとこ見ちゃった。カドックすごいプロみたいだった。プロだよ、あんまり将棋をやってるところが放送されることはあまりない。なんでないですか。全然そうですね、もっと頑張らないといけないですね。その陣を取っていきます。けど、はい、そうですね、8六同じく歩、8六同じく銀、先手の手番です。陣をやってるとこしか見てないというね。あ、叡王戦っていうの、はい、出ます。叡王戦、はい、今新しく始まったんですね。伊藤先生とかも出てらっしゃる。で、出てます。まだ対局は知ってないと思いますけどね、うん、はい、出ますよ。頑張ってください。どうなりました。あ、いや、あの、あ、予想通り銀交換に、はい、銀交換。後手が8六同じく飛車です。これで攻めの守りの銀と攻めの銀が交換になったという。そうですね、あの棒銀戦法って、まあ、その伊藤さん、あ、伊藤さん勝たれてたんですね。そうですね、この間に2回勝たれてたと思いますよ。あ、今戦ってるんですか。瀬川さん負けちゃったんだ。瀬川さん負けちゃったんだ。そうなんだ。叡王戦ですね、結構大きな。そうですね、あのニコニコ動画のドワンゴさんが主催の、はい、ええ、新規戦ですね、新しく始まった、はい、今回から新しく始まった。8七に歩を打ってます。この歩を、これはで飛車が下がりましたね、はい、で引いたのか。そこまで下がりました。ここに下がるといいって。そうですね、まあこれ結構場合によって難しいんですけどね。この場合はあの、まあ、さっきちょっと言いましたけ どいつでもこの5五角っていう攻め筋があって、それでこうその時に飛車取りになっちゃうんで、ここに逃げていった方が、あ、なるほど、後々いいかなっていう感じですね。もう銀が上がったのか。うん、先手は落ち着いてますね、はい、落ち着いてますね。歩上がってますね。あ、銀上がってるんだ。しかし、まあここは桂馬上がりたいと思いますね。こう高田さんの桂とね、お、いきなりさっき桂馬を跳ねてからと言ったんです、ね、まあこれもありますけどね。うん、まあでもです、これ取るしかないんで。将棋、あの、大きい駒を取られちゃうとまずいですけど、歩はですね、あの、取られてもそんなに痛ではないんで。だから、これで任せたんじゃないですか、新井さんに。ここで、この後の攻めは任せたぞと。先手、9六同じく歩です。でもこれ今のところは後手が、はい、うん、ちょっと優勢だと思います、うん、はい、うん、後手が後手達也さん、達也さん後手、うん、後手です。後手か。新井さんと達也さんの方が少しいいと思いますね。リードしてますね。おお、いい手だ。さあ後手新井さん9七歩。え、下が先手。そうですね、はい、下が先手です。上が後手。
皇帝ですね。皇帝ですね。皇帝。皇帝1ヶ月先生の方からも、ね、1ヶ月触れてないと忘れるんですよね。なんだったっけ。あ、そうですよね。しかも、うん、他で絶対使わない言葉です。そうなんです。そうなんです。使わないんですよ。桂馬で取っていきます。先手が97桂馬です。はい。そう、先手。他に使えますか、先手とか後手って使わないですね。使わないですね。先手はでも使いますよ。先あ、先手を打つとか、先スポーツとかでもなんか言います。あ、それ先行か。先行。麻雀は先制とかですかね。先制リーチみたいな。リーチとか。先手必勝、あ、そうかそうか、使うか。はい、先手取る。あ、後手に回るとか。あ、言いますね。意外と言うか。使わないな。そんな難しい言葉は使いません。後手を踏む、まあそうですね、確かに使う。あ、今この歩を取りましたね。九六強と。そう、強者で。いや、これはいいですね。いい戦いだ。九六強者ですね。あの上の強者で歩を取ってます。ね、この歩を取ったんですね。取った後に。こっちは守ったんですね。九八歩で守ってます。これこっちの取ってるからこうか。はい。二歩になってます、ね。そう、今歩が取れたら。はい、反則にはなってません。でもなんか後手を取ると か, なんかそういうちょっと将棋用語の言葉あるじゃないですか、普段日本人の人が使う日本人の人が使う。さあ後手が私たち友達と話しててそんなの使います。4角です。友達はあんまりいないんですよね、私。まあでも話が変わってきちゃう。普段の人と話しててそんな会話します。親とかと電話してて、いや、はい、後手に最近回ってさみたいな、なんか全然しない。そういう言葉使わないですよね。使わなんかやっぱ使わないんですよ。はい、使わないとか使わないんですよ。使うって言った時嘘でしょ。その時で使うってか、まあ そういう言葉あるけどあんまり使わない。使わないですよね。使わない。日常会話では、ね、よかった。みんなそんな言葉使ってんのかなと思って今すごい不思議だ。使うのみたいな。日常的にはね使わないですか。角には角ですね。ここ結構なんだろう、チャンス。そうそう、銀。そう。後手が27銀です。後手がどんどんリードを拡大。持ち駒の銀ですね。持ち駒の銀を27銀。後手いいんじゃないですか。後手がリードを拡大してます。なんだ。もうだってこう一回も攻められてないじゃないですか、。こっちの陣形安泰のままこう、うん、敵陣にどん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 駒を打ち込んでいって、はい、攻め込んでますから、後手が優勢ですね。うん、逃げますよね。はい。先手四八飛車です。ちょっと苦しいですか、じゃあ。先手が苦しいですね。評価値。うん、評価値って言って最近ですね、あのコンピューター、はい、将棋のコンピューターがかなり強くて、うん、コンピューターってあの今どっちがいいかっていうのが点数で出るんですよ、うん、先手がプラス 何百点とか。え、それは誰が測るんですか。そのコンピューターが測る、はい、角成りです。コンピューターが自分で形勢判断する、うん、はいはいはい。そんなことあるんですか。まあ、人間同士だとやっぱりなんとなくいいなとか良さそうだなとか悪そうだなっていうのは分かりますけど、そのコンピューターだともう数値化数字ってバッて出ちゃうんですね、うん、なんですね。すごいですよね。だから今は後手がどれぐらいんだろう。どれぐらい。トヨンザ出るかな。トヨンザってのは。トヨンザたまに出るんですよ。でもこれ千ぐらい後手が千マイナス千ってやつですね。先手が五八飛車。うん、千はあるんじゃないですかね。千ってのはかなり差ですよ。あ、後手が三七馬。はい。桂馬を取っていきました。うん、先手ちょっとさっき打った角がですね、打ったんですけどこの角も今一歩も動けないじゃないですか。そうですね、ちょっともったいなかったですね。飛車 も,、うん、もう今どこ行っても取られちゃうんですよ。ここ行ってもこれに取られちゃうし、ここもここもどこ行っても取られちゃうから飛車も角も動けないんです ね, ですね。なのでかなり苦しい状況ですね。うん、うん、そうですね。なんだか窮屈で、まあ、まあ今これはそのここら辺の駒を働かせるために4五歩とつきましたけど、はい、これちょっと4五歩ここに桂馬を打たれたらまずいですね。
こうやられたらかなりまずいけど、あ、取らな、やるな。まあ、こうやられると飛車が、まあ、19馬で絶対取られちゃうんですね、これ。次にこうやって桂馬で取られちゃうんですけど、はい、危なかったですね。どこ行っても取られちゃうんで、こうやられたらかなりやばかったですけど、まあこれはね、悪い手ではないんですよ。この香車を取ったのは全然、まあ駒得してるんで悪い手ではないんですけど、まあ少しチャンスを逃したという感じはありますかね。後手が4四歩です。あ、先手ですね。先手が4四歩です。はい、まあちょっとずつ先手の方もこう攻める形が、はい、まあこの銀がね、どけば角が動けるようになるんで、この銀をちょっとさばきたいとですね。さばくならどこにさばくんですか。まあこう前の方にこうとかですね、ここ行くとこれに取られちゃうんで、まあこう行きたいですね。こう行けば角が見ていって、どんどん進軍できるんで、といったら強者とか、うん、これはあれだな、ちょっと差が縮まってきましたね。あんまり良くないっていうことですか。そうですね、あの今銀行行きたいなっていうところだったんですよね。そこにこう強者で銀を取りにして、こう、まあ、ほっといてもこう行きたかったぐらいなんで、さあ行きましょう。そうそう、ほっといても次に銀行きたいところをこう、なんだろう、銀を行かせてくれたって感じですね。うん、でこの強者銀がいなくなっちゃうとちょっとあの使い道が難しいんで、うん、これはですね、まあ、うん、待ったしろって待ったしろってもそれはね、わからないですよね。わからないですよね。まあ、さっきの銀をただで取られるとかそういうレベルじゃないんで、ここで桂馬ですか。はい、先手が5五桂馬、持ち駒の桂馬をど真ん中に、ですね、角取りですね。今さらですか。あれ、さっきここに置きたいって言ってませんでした、桂馬。こっちか。こっちです、こっち。こっちか。こっちで飛車を取りたいんですよね。飛車を狙いたかったんですけど、うん、今角の方を狙いに行きましたね。でもこれ角逃げられて、その後がちょっと難しいかもしれない。はい、ね、でもまあ時間は、ね、持ち時間が少ないんで、はい、先手が5六角です。大変ですけどね。考えてますね。うん、歩を垂らしました、うん。これはいい手ですね。先手が4六歩です。はい、取りました。密集してきましたね。うん、真ん中の方に。はい。この足、ね、さっきと全然違いますね。うん、見た感じがどうなる、うん。あんまりこうギュッて寄ってなかった。なんかだんだん寄ってきた。そうです。さっきはなんか端っこの方で中にありましたからね。お、何かガツンといきましたね。はい、先手が4三銀。なんかめっちゃ窮屈そうじゃないですか、ここ。いやー、でもちょっと後手の方のターンというか、あ、先手の方のターン。そうです、先手のターンがやっと回ってきました。はい、ずーっと、まあ、先手があの守りに入ってたんですけど、ここで溜めた力を爆発してどんどん攻めるんじゃないですかね。これを金で取ります。あ、そうですね、これは取りました。王手なんで、まあ取りますね。4三同じく金です。さあ、これは面白い勝負ですよ、うんうん、なんですよ。何ですか。面白いですよ。どうなってるんだ。いい勝負だと思います、ね、いい勝負になってきてます、はい、なんかイメージ的ですけど、ギュッてやると叩き合ってる感じがすごい。あ、叩き合ってます、叩き合ってます、うん、今お、時に乗った。だからもう刺されてる。先手4三同じく歩でと金になります。すごいですね、もう真剣ですね、うん、ここ今勝負どころですから、お互いこう間違えられないような感じになってきましたからね。なんか一個をこの辺で間違うと大変なことに。そうですね、もう最初の方はまだミスも許されるんですけどね、こう最後の方、終盤になってくると玉勝です。終盤戦でミスすると致命的になっちゃいますからね、はい、麻雀もそうですよね、終盤のミス、そうですね、一手があみたいな。最初の方はあんまりね、ね、あんまり関係ないというか、そのこと言ってたのかな、まあまあ、あのちょっとまあ先もわからないし、見えないものが多すぎるんで、うん、あ、そうですね、それでダメだったらまあ運が悪かったと。そう、まあまあ、そのなんて選択ミスだったなみたいになってくるんですけど、4四歩ですか。最後のミスは直結しますもんね。直結します。あみたいな、もうなんかネットとかの配信でやっててすごいボンミスとかすると、はい、あ、みたいなコメント、あ、みたいな。
皇帝やばくね皇帝結構攻め込まれてるようなんですけど、はい、先手が、まあ、あの大きい駒が使えてないんですね、はい、まあ、飛車大きい玉です、うん、角も、まあ、そんなに、まあ、こ言ってますけどね、飛車と角がやっぱり活躍しないと、うん、いきなり倒すのは大変なんですね、まあ、結構攻め込んでますけど金一枚ではそのまま詰ますところまではいかないですね、うん、うん、まあ、しかし飛車はもうこれ使えないんで、はい、つけていきます。先手3四銀です。ここら辺の駒で角と銀でですね、攻めていくしかないですね、うん、ちょっとすっきりしましたね、はい、交換して今この駒台に乗ったんですよ、うん、ここら辺に打ち込んでこう取り合って、だからちょっとすっきりしてきましたね。すっきりした。でも真ん中にこう縦にドーンみたいな、すごいですね、なんかしかも王様いるしこっち、将棋あの駒柱っていって、はい、全部ボーンって下から一番上まで縦に並ぶと不吉なことが起こるってこう、まあ、昔から言われているんですね。じゃあ逆にわざとやっちゃえみたいな、やっちゃえ、なんか苦しいんだけど、まあでも縦にしちゃおうみたいな遊びならいいかもしれないけどね後手が桂馬跳ねましたね。そうですね、これがいい手ですね、はい、4-7で歩が慣れるところあえて桂馬でなったんです。これは普通は歩から行った方がいいんですけど、この場合この香車がですね、この角桂馬がどういったことによって角取りになってるんです。角取り飛車取りなんですね。これすごくいい手です ね、 いいですね。うーん、誰が打ったんですか。しかも歩打てないし、誰が打ったんだ。これは新井さんですね。新井さんですかね。4さんね。しかしこの時も大きいので、うん、まあちょっと後手が少し、まあいいことはいいですけれど、はい、難しいですね。結構あのミスったらすぐに逆転しちゃうっていう感じですね、うんうん、達也さんだ。考えてなんか守りの形としては先手の方が硬そうですよね。あ、そうですね、王様の周りにやっぱり金っていうのが守りの駒なんで、はい、2枚守ってますからね。あっちは1枚しかいないんですし、そうですよね、なるべく王の玉ですか、王の上に金がいた方が守ってる感があるじゃないですか、うん、下にいるよりちょっと藤は心もとない。先手は銀を取っていきました。後手の方はちょっと守りは心もとないですけどね。先手が3-3銀です。3-3銀取ったんですね。こうやって今飛車を取ろうか角を取ろうか迷ってるんですね。何を取ろうかっていう感じですよね。これ何を取ったらいいんですか。銀も取れるし、この銀も取れるし、飛車も取れる角も取れるっていう状況なんですね、飛車取りたいな。飛車はダメですか。いつでも取れるですね。これもうほとんど逃げるとこないんで、はい、だから角を取るのが一番いい。達也さん待ったしてるんですね。あ、そうなの。待ったしてますね。してました。待ったして角取りました。新井さんと喋っていいんですかね。あ、今喋ってた。そうですね、多分待ったして喋ってましたね。あ、だから代わりにこうやってって言ったんです。多分そんな感じだったような。角取ってますね。角を取っていきます。5-6強者です。なってないですね、まだ。うん、なるのはこの3段目以降。あ、そうです。4段目はなれない。相談してるように見えますね。うん、先手は7-5銀。いや、これは白熱してますよ。いい感じになんか殴り合ってますね。トヨンザが上に出てますよ。あ、出てきました。先手多分雑ですね。多分ちょっと不利。将棋ほとんどできないって言ってたような気がするけど将棋わかんないしかもちょっとって何、ね、多分とちょっとってさ一緒に使いますね。多分ちょっと。多分ちょっとって使わないですよね。まあ、保険をかけまくってますね。似たような言葉を並べてるんですけど。すいません、はい、そうですよね。さっきだってなあの将棋盤横に置いてましたもん。将棋盤縦横あるんですけどね。本当あれ正方形じゃないんですよ、将棋盤って。あ、そうなんですか。若干長方形なんですよ。これ、まあ、画面で見ると。辛いですけどね。ええ、はい。縦長なんですね、実は。まあ、先手がまず、後手ですね。後手が飛車を8-2飛車に下がって先手が4-3銀成です。4-4ですね。あ、4-4です。4-3、あ、4-4銀成です。どこに銀。
右上です、右上。それが下がって、下がってひっくり返った。下がって何でしょう。相手の陣地から出てもなれるんです。そっかそっか。相手の陣地入った時もなれるし、出た時もなれるんですね。さあ飛車取られました。後手が5八成桂ですね。これで飛車を取って、すごく面白いですよ。これはもう最後の最後ですね。大詰めですね。はい、それで飛車を取ります。はい、ちょっとそうだ、将棋の解説をほとんどしていないようにします。いや、かなり後手が有利に見えるんですが、後手が攻め込んでいるんですが、今、あ、違う、こうじゃない、こっちだって、すいません。こう今桂馬を取ったんですね。先手が桂馬を取ったのが非常に大きくて、ここにこう、はい、先手のターンが回ってきたら、ここに桂馬を打つと大手飛車取りなんです。これが回ってくれば先手が良くなるんですけど、その前に動かせと、後手が、いや後手が攻め、もう守るの大変なんで、はい、どんどん攻めちゃう。まあ飛車で落としですね。そうですね、はい、ターンが回ってくる前に先手が2九飛車大手です。あ、じゃあもうここに桂馬を犯してくれないぐらい攻められる。そうですね、それぐらいの勢いで攻めた方がいいですね。このそうなんですか、攻め合いですね。いや、これ面白いですよ。はい、あ、聞きもったからちょっと先手6九玉、あ、玉じゃない、6九金、まあ仕方はなかったかもしれないですけど、ちょっともったいないですね。攻めの駒、今金は最後にあの詰ます時に使いたかったんで、守りに使っちゃうとちょっと戦力不足になっちゃいますね。うん、しかしこれ先手チームは使わないんですか、あのお助けあれって使えるんですよね。使えるんですけど使えるんですけど、多分夢中になってますね、はい、使わないで終わるっていうのもありました。あ、使いました。使った、太郎さん使いましたね、助けて。今使わない、見て前に使ってる。新井さんがちょっと慣れてる、今はやめてみたいな。いやいや、そう、でもね、一手前の方が良かったんですけどね。いや、どうしようどうしようどうしよう、これちょっと困った。後手が47だな。歩がと金になったとこで、よろしくお願いします。お助けです。手数5手あるんで、まるまる、あ、ごめんなさい、いらっしゃいませ。そうですね、まるまるいける、これも いけそうじゃないですか。行って前の方が良かったんですけど、もうそうですね、まあ、ここまで来ちゃったんで、あの、あ、これ、あ、そうですね、ちょっと交代だったんで、はい、まあ、取るとここにこう銀とか打ってきてですね、はい、これまずいんですよ、はい、取ったらまずいんですね。で、放っておいてもこう取られるとまずいんで、ちょっとでも実は結構ピンチなんですね。ピンチですか。はい、これ金が受けたらまずかったみたいな感じですか。そうですね、まあもうしょうがないですけどね。なんかもう桂打てるからいつ。ああ、そうなんです、桂馬使えるんですけど、こう遠くから馬がこうこっちの方に効いてまして、結構守り硬いんですね、あの、なるほど、後手の方が。で、ちょっとこれ先手は速度をあの落としてもらわないといけない、あの後手の攻めを遅らせないといけないですね、はい、なのでこう引きますか、金を、はい、ああ、なるほど、金を引いてどう攻めてくるかがちょっとわからないんですけれど、はい、例えばまあ強者こうならないでこうとか来てこう金を狙ってくれば、ちょっとスピードが落ちるんですね、はい、こう取ってきても次ほっといてもいい。どういう手が一番嫌ですか、これは。まあ、まあ、銀ですかね。ここに銀を突っ込んでくるのが怖いですね。でもこれもほっといた方がいいですね。そうですね、まあ、今ほっとくと次こう金取られちゃってまずいんで、はい、なんか引いて何かやってきたらそこでほっといて攻めましょう。攻め方が、ちょっと難しいんですけど、駒がないですもんね。そうなんですね、金を使ってしまったので桂馬を、しかし仕方がないですかね、桂馬を打ってしまうとですね、まあ、こう逃げて取って、まあ、同玉と取られてもちょっとこっちの駒から遠ざかってしまうので、飛車は取れるんですけど、桂馬と使わない方がいい。はい、ここちょっとあの決め手に状況がちょっと苦しいので、勝負に行った方がいいかもしれないで、こっちの方から攻めた方がいいですかね。まあ状況はちょっと苦しいんですけどね。はい。まあこう攻めてどこに逃げてくるかがわからないんですが、こう横に逃げてくれば銀をこうドンとやって、こう囲い込むような感じにした方がいいです。はい、
かね。桂馬なんかこう、まあ、こう引いてくるのがちょっと手強いんですけど、歩が使えなくて桂馬しかなくて、まあ例えばあすいません、なんでない、ここで、まあ、置いといてこう銀が使ってくればですね、はい、銀が入ればここから銀を打っていきなり詰ます筋があったりするんで、はい、ちょっとキャンセル待ちしてこうチャンスを待つ感じがいいかもしれないですね。駒を入れるのを待つ、まあ、相手が駒使ってくれるのを待つ感じ。そうですね、相手がちょっとミスってくれないときついです。きつい状況なんで、まあ、とりあえずこのここら辺の盤上の駒を活用してあの包囲してください。こうやってまあそうですね、こうやって、まあ、これ桂馬を打つか、はい、こうやってきたら銀を打つ上がるとか、はい、なんかこう囲い込んで桂馬ですぐ飛車を取らない方がいいかもしれないですね。で、まあ、まずは金を引いて、はい、受けながら一回受けて、入れたら次何か何してきてもほっといてください、はい、金引いてなんか攻めてくると思うんで、はい、そこほっといてこう囲い込んでおいてくださいね。なんか今みたいに。わかりました。で、そうですね、その相手がミスってきたところを突くって感じですかね。ちょっと正しくやられたら厳しい状況なんですけれど。わかりました。はい、はい、ありがとうございます。頑張ってください。ちょっとあんまりいいヒントじゃないかもしれないですけど、頑張ってください。すぐ気が上がっちゃいそうだって。頑張ってください、はい、太郎さんがガッツポーズしてました。さあ1個前の方が良かったんですね。このお助けのタイミングだけ。金を打つ前にですね、はい、ここで言ってくれれば、ちょっといい手が入れた。あったんですか。ね、まあ、いい手ってのは、俺こういう、まあ、手筋だった、はい、ここに歩を打って、取らせて、金をここに打てば、はい、お竜取りなんでこれ逃げてくれるんですね。はい、そうすると、こっちの番なんですよ。はい、今こうやってこうやってずっとあっちの番なんですね。こうやってこうやって上がる。だから今うまくやると一手稼げたんですけどね。一手前だったら。ここまで来ちゃうとちょっと苦しいですね。はい、ここに来ての一手は大きいですもんね。もう最後の最後なんで。そうですよね。ここで一手違うというのは大きすぎたんで、一手前に行ってほしかったんですけど、はい、仕方がないですね。はい、いやこれまたこう予想外の、動かしたんですね。いや金を引いて今これ桂馬取った9七香成とやったんですね。これはちょっと予想外だったんであれですけど、まあ同歩と取りますね。これ取った方が良かった。何をしてもって言っちゃったから何してもいやこっちから攻めてきたらという意味だったんですけど、ちょっとこれ予想外でしたね。成銀で王手です。いやこう来た場合は同歩と取っちゃった方が、ね、今は取った方が良かったですね。そこまで読めなかったです、この動きがいや今こっちから攻めてきたんで、こっちから攻めてくるものだとばっかり思ってたんですけどね。ああ引いたか。いやここは結構迷うところだったと思うんですけど、今3択で引くか寄るか上がるかって3択あったんですけど、どれも一長一短だったんですね。うん、まあでもここで何だろう、さっきのヒント通りに桂馬を打つ手はありますね。まあ本当は一回取った方がいいと思いますけどね。どうなりますかね。うん、まあ取ってます。俺は一回取った。はい、先手が9七歩です。実はあのさっきの後手の9七香成というのはあんまりいい手ではないんですね、実は。あ、そうだったんですか。まあ、先手にこの駒を渡してしまうので、はい、その逆転する可能性がちょっと出てきたですね。もう着実にこっちの方から攻めていった方が、うん、あの間違いが少なかったんですけどね。桂馬で王手してきました。後手が6七桂馬です。これが狙いだったのか。鋭い。まあしかしここに桂馬を打ったんですね。いや全然ヒントが意味なくてすいませんでした。そうなんですか。いやいや、さっきこっちから攻めてくるんで、その間にこう包囲しといてくださいって言ったんですけど、
全然見当もつかないところから攻められちゃって、はい、あ、そう、でもこれいいですね、上がってくれてよかった。取ると88玉です。今逃げたんですけど、同金と取ると飛車がポーンとここになってきて、それはまずかったですね。で、こう上がったのがいい手ですね。さあどうなりますか。皆さんどっちが勝つと思いますか。わかんないかな、まだ。この瞬間、まあ金を取られたのはとても痛いんですけれど、5九桂成です。痛いんですが、若干ですね、このここら辺の駒が使えない、一瞬使えないので、畳みかけるチャンス、畳みかけるチャンス、先手こっちが、どういうことこれ。あ、そうそう、桂成いいですね。いやー、これ実はかなり際どいですよ。かなり際どい。コメントではもう後手の方が有利と皆さんコメントで言ってますが、まあ豊ノ座さんが後手が勝つって言ってますから、ね、これさっきの自信なさそうなのと違って、今度断言してますからね。多分コメントの反応を見てこういう風に書いてるんだと思いますよ。ずるいな。断言してますんで、まあ、これ取りますね。ここだ、ここ、ここ、まあ、後手が6球桂成、成り桂で取ってきます。ここはどうするかですね。福田さんの頭で見えません。そうなんですね、福田さん結構大事、前かがみになっちゃう癖があって、はい、盤面の4分の1ぐらいを隠してしまうんですね。でもこれ飛車取ったの、この場合はいいです。先手8二桂成です。飛車を取っていきました、はい。さっきはあの持ち駒少なかったんで飛車取らなかった方が良かったんですけど、今香車を手に入れたんで攻め駒が増えたんで、もう飛車取ったのが後半です。これは馬が効いてましたね。いや、どう馬なんですが、はい、ここでこうやれば、5二とやれば大変ですよ。大変ですよって、はい、あれですけど、あっち、あの後手の方がかなり受けが難しいので、先手が詰むかどうかみたいな、すごい熱い戦いになるかもしれないですけどね。もうこれ面白いですよ。ました。まあこれも詰めろですね。4一飛車、次に6一飛車なり、同玉6二金と打って、うん、おしまいな、そうなったらおしまいなんですが、その前にこっちの差もかなり危ないんですね。後手いっぱい持ってるじゃないですか、はい、角金金銀桂っていっぱい持ってるんで、こっち王手してやったら詰むかもしれないですね。こっちも詰めろですか。だからどっちが先に仕掛けるかみたいな。おー、馬寄りか。これは、いや、でもこれいい手ですね。まあ先手が7二、いきなりこう詰ましに行く手もあったんですけど、一手稼ぎに来ました。うん、相手を先に詰ますんじゃなくて、自分の王様を一回安全にしてから攻めるっていう方に行ったんですね。僕結構すぐ攻めたくなっちゃうんで、決めにこっちから読むんですよ。はい、こっちが詰むかどうかから読むんですけど、うん、正確ですね。ここ自分の安全から読むのか、相手を倒すことから読むのかっていうのが。門倉さんは攻撃型なんですね、じゃあ。よく相手の方から見ちゃいますね。うん、いや、守るって結構、精神力がいると思うんですけどね、僕が思うには。なんか辛抱するって結構辛いじゃないですか。辛いですよ。相手を攻めた方が、まあ、精神的には楽じゃないですか。楽です。麻雀を攻めてる方が楽です。そうですね、守ってる時、あ、言ってた、はい、後手が8二玉将です。この7二馬から8二玉というのはかなり、あの将棋のなんていうか、勝負感が優れている感じですね、はい、よく将棋をやってる人じゃないと、うん、こういう動きはできないですよ。はい、達也さんですね。距離感がすごい素晴らしいですね。これで一手稼げると見たんですね。うん、うん、しかも、飛車から行ったのも、さあ先手が6、さあこれ飛車成りです。すごい面白いですよ。もう間もなく終わるんですけど、はい、6一飛車成りに同馬と、すごいことになりましたね。同馬と取るんですね。飛車から行きましたよ。同馬、あ、飛車成りですね。なっ、飛車成りですね。で、同馬と取るんですね、きっと。あ、取るか取らないのか。取らないのか。取らないです。あ、ここで決めに行った。いや、一、はい、回取るチャンスだった。一回竜を取って、どう取っとしてから
詰ましに行った方が飛車が1枚確実でした。飛車が1枚多いんで、はあ、さあどうなりますかね。さあちょっと熱くなってきましたね。はい、はい、7九銀で王手してます。え、どうなってんだろう。ちょっと熱くなって先生が熱くなってきました。そっちの方が多分こっちは盛り上がります。お互いが詰むか詰まないかっていう、はい、そのはっきりしてないんですね。逃げます。あ、逃げた。逃げる。7七玉将、これは取った方が良かったですけどね。いやー、ここは見守りましょう。見守りましょう。もう本当瀬戸際でやってる感じです、ね、はい、お互いがもう一歩間違えたらすぐ即死みたいな感じで、いやー、どうなん、どこに、何を、どこに行く、角を持ってますよ。どこ打つ、どこ打つ、どこ打つ、端か、端です。これは悪い手なんだけど誰今の。いや、でも、はい、こっちがちゃんと対応しないといい手になっちゃうんですね。うんうんうん。なんか合駒、王手なんで合駒するんですね、はい、こう、すごくうまそうな手があるんですね。こうやると合駒した手が王手になってすごくうまそうなんですけど、またそれを防ぎながら落としてるって、あ、そうそう、こういう手があるんで、ここは歩を突く一手なんですね。歩以外だと詰まされちゃう。でも歩を突けばかなり寿命が伸びるんですね、先手の方は。あ、でもここら辺で飛車を取ってほしいな。あ、竜ですね。6一馬と。いや、一回は6一竜と取って。取らない。取らないですね。王手です。いや、まだいつでも取れる。後手が8五桂。あれ？はい。あ。で、これは8七玉と逃げるしかないですね。8七玉。これでこれ取っちゃダメなんですか？取ると角。角は取れちゃうんですね。ね、はい、こっちに逃げる。こっち行くとここら辺に駒がいるんで捕まっちゃうんです。こっちの方行くと角の頭っていけないじゃないですか。角は前に進めないから、はい、ここに逃げられるのがね、すごく後手としては辛いんです。こうすると自分の駒が邪魔して攻めることができないんですね、うん、どっちもこう一回角下げたり、そういう一手パスみたいなことしなきゃいけないのがもうこの最後の最後なんで、そこは辛いところなんですね。そうですね。そう、角がちょっとあ、ここで取りました。もうでもギリギリでしたね、今。6一馬で竜を取っていきました、はい、もっと早く取ってほしかったんですけどね。いや、しかしでもまだ分かんないですよ。これは非常に面白いですよ。面白いですね。どう、とと取った手が、はい、6一どうと、これで先手玉は詰まないんですよ。先手玉に詰みはないんですが、後手玉がまた詰むかどうかがかなり際どいと、はい、あれが詰めるようになっているかどうか、はい、という非常に際どい、うん、逆転した。局面自体は逆転して先手が勝ちになっていると思われますが、わあ、これは辛いですね。いや、というのも今ついさっきここに打ったばっかりなんですよ。こういう状況で、ここに桂馬を王手して逃げたんですね。それをもう一回こう捨てたんです。はい、で、こう取ってくれば、桂馬はさっき持ってたのに、あっちの方に移動しちゃって、ただ桂馬を損しただけになっちゃうんですね。うん、これ、あ、金で取った。金で取ると、どうなんだ金で取ると、金で取ると危ないように見えましたが、飛車ありますもんね、向こう。しかし、詰まないかもしれない。すまない。やっぱここに逃げられたの、この時が。王手がないですね。すまない。いや、これすまない。いや、金で取った方がいいですね。さあ、どうする。しかしね、こう、まあ、やらない。いや、そうそう。まあ、一緒に。飛車で、はい。八八飛車です。で、まあ、ここに上がるしかないですね。ここしか逃げるところがないんで、うんうん、ここでですね、どうするんだろう。新井さん頭抱えてる。詰みなのかなって考えてるんですかね。いや、詰めろ逃れの詰めろというちょっと高度なやつを繰り出そうとしてるんですか。まあ、ここに金を打てば先手玉次か8五金打ちから詰めろになってるんですけど、この時に後手玉が詰むかどうかを必死に読んでるんじゃないかなと
思われますね。さあ、やばい、秒数が福田さんの頭で全く見えません。あと何秒あるのか超気になるのに見えない、全く。どうなるどうなるどうなる、ああなんかすごいとこに行ったな。おおすごいすごいすごいとこに行った。もうあと1秒しかなかったんで。すごいすごいとこ行ったな。いやーこれで、でもいやこれすごいいい手の可能性ありますよ。え、どういう、え、いい手なんですかこれ先生。うん、いやこうただじゃないですか。はい、いいんですかこれ。いやでもちょっと足りなかったか。いやでも取らないと思いますよこれ、うん、取らなかったです。取っと、もしかしたらこう歩を打って7、4、桂馬です。詰んでた可能性は、あ、まあ、歩が多分一歩足りなかったんだと思うんですけど。いやこれ見せますね、この角度。いやすごい、すっ、え、捨て、なんかもう桂馬かっこいいですねこの手は、はい、うん、この手が、はい、この手で勝ったらもう伝説に残ります。すごい手ですよねこれで勝ったら。これで勝ったらもうすごいとこに置きましたけど。いいんですか、あのところに置いて。先生結構狙いがあってやってるんで。なるほど。あの、さあ後手は9三玉将です。本当に何だろう、なんかめちゃくちゃなことをやっちゃったわけじゃなくて、はい、ちゃんと狙いがあってやってたんで、すごいですね、よくそんなとっさにあんなすごい手が。しかし先手は冷静にですね、このあの角を取らないのがいいですね。取らないで、しかもそうです、取らないとかすごい、取らないで後手玉を先に詰ませちゃえば勝ちなんですね。いやでもいいもの見ましたね、まだ思ってないけど、はい、いや強い、中盤がめちゃめちゃ強いですね。先手は8二角、面白いですね。どうなるの。いや角引きはいいだった、いや気づきませんでした。まあ厳密にはいい、あのそれでもダメだったかもしれないですけど、すごく見せますね。え、この角って取らないんですか。んあれ、いや桂馬聞いてますよ。あ、そっか、桂馬聞いてました。7、8、3、そう、取ると桂馬に取られちゃうんですね。弱小です。さあどうなる。いやまだまだ際どいですね。これあの角を取ると今度こっち詰んじゃうんで、このまま後手玉を詰まさないといけないんですね、今の状況。強者を、うん、どっちだ、どっちだ、上からった方がいいけど、あ、下から、上からの上方ですか、これ。下から先手が8五、強者です。あ、いや下から、まあでも歩を打とうとしてるんであれなんですけど、これここに逃げられた時に角がこう効いてるんで、金1枚だとここで9四玉と逃げれば詰まないですよ。あ、歩を打っちゃうと詰んじゃう。うん、やめた。え、やめました。あ、そっちがちょっと、ん、あれ、さ、玉が7二玉です。これは詰んじゃいましたね。はい、これで詰みですかね。さあ先手が6二と金です。で角を取っていきます。あ、終わり、終わり、詰みました、投了しました。いや、もうこれはじゃあとりあえず一旦ちょっと、いや、最後面白かったな。あ、これで終わりましたね。いや、こんな終わり方になるとは。さあどんな感じになってん、太郎さんの勝ちってことですよね。太郎先手勝ちなんですけど、はい、先手の勝ちになりました。これはかなり感想戦が白熱すると思いますよ。お疲れ様でした。いや、すごい大激戦でしたね。いや、最後めちゃくちゃ面白くて、今もうすごい興奮してますけど。これ詰んでたんですか、最後。いや、いろんな出来事があります。これ6二角、すごかったですね。え、6二角と引いたの、最後ここに引いた。いや、もう最後それしか指す手が。いや、あれはかっこよすぎ。いや、でも厳密にはどうだったかわからないですけど、まず最後の最後ですね。とりあえず最後の最後、こっちに逃げれば、はい、はい、はい、なんかかなり迷われてましたね。歩を打とうか逃げようかと思って最後にこっちに行かれましたけど、ここに行けば詰みはない。あ、この角が効いてますね。これ金しかないんで王手するところがないですね。ここに打っても角で取るし、ここで打っても角で取れるから、うん、あ、詰みはなかったんだ。まあ一応こう打って同角同銀となれば、今度逆にこう
刺す手金3枚だと王手がないんですね。銀があれば詰みなんですけど、そうですね、うん、でまあこれで一応、まあ、すごい状況ですけどね、これで先手勝ちですけどね、うん、なるほど。後手のチャンスは最後これ隠れたところ桂馬先で詰んでました。あ、そうですね、この玉が、うん、そうですね、この最後6一竜と行ったところですね、うん、6一竜と行ったところ、うん、でこれで桂馬はどこだ、これ桂馬がこうですね、強者はこっちのもの、で金1枚、あ、金1枚持ってますね、同馬と1回取って同とっとさせたってからこうですね、こう7九銀とかけてかけて、まあこれ、まあ、取っても結構際どいんですけど、あ、そうなんですか、はい、まあ上がったとすれば結構難しいところなんですけどね、攻め方が、うん、一番いいのはこう、これが分かりやすいかもしれないですね、5九角と打って寄ればと金で詰めて合い駒するしかないですね、強者ですか、強者を打つしかないですけれども、うん、まあ、どちらもありますけど、まあ、角からいっちゃいますか、同角成として同金、まあ、かなり調停数ですね同銀ならずとして、うん、まあ、こう上がるんですけど、この時にすごいいっぱい持ってるんですか、飛車金3枚桂香あるんで、これで上から押していけば済みそうですね、まあ、何が一番分かりやすいかな、なんか歩から入っちゃいそうですけど、なんか歩だと逃げられちゃうんで、いや、まあ、歩でも積みすぎる、結構これ何でも大体積むんですけど、すごい時間はかかりますね、まあ、歩打って取って、うん、ではこっちから、まあ、桂馬とか、まあ、跳ねてもいいか、桂馬を跳ねて歩上がって金打って引いてさらにこう金を打ってみたいな、こう逃げても、まあ、押していけばこれいっぱい駒でいるんで、まだ持ってますからね、一回こう取ってから王手した方がいい、うん、なるほど、いやでもすごい、いやでもこれはかなり長いんで、積んでたとしても20なんて攻めとかなんでちょっとまあすごい大熱戦でしたね、いや最後本当面白かったですよ、すごい、超際どいでコメントでももう後手が勝つっていうコメントしかなかったです。あ、どっちが勝つと思いますかっていうので後手後手とか感じだったんですよ。かなりあのリードされてましたからね、うん、後手の。あ、やっぱそう、途中は。うん、ここ詰めたあたりとか真剣だよ。あ、そうですね。ちょっとリードした感じなんですかね。あとこっちに。まあ銀を交換したして、さらに端も詰めて、っていう、うん、すごい。でしかもここ飛車も封じ込めたじゃないですか。はい、あそこら辺すごい好調だった。うん、最後の最後が、いや難しい、いやでもこれ押し来るかと思ったあねっ、これ我々が勝ったら今日一番ノーバングラスですよ、うん、ね、勝ちそうな感じでしたけど、いやでも6二角は見せますね、6二角ってすごい手でしたよ、本当に取ったら結構危ないんですよね、こう取ると頭に歩を叩いてもしかしたら詰んじゃうかもしれないぐらいの、取ってくれないかな取ってくれない、ね、いやあれで勝ったらでもすごい伝説ですよって言ってたんですけど、次の一手みたいな手だなと思って、そう次の一手みたいな手ですかね、まあ一回こう桂馬を打って捨てたのがちょっとまあ、うん、もったいなかったですね、それがもったいなかった、それがなければもしかしたらこれが決め手で勝つ、うん、あれかっこよかったですよ、そうか、いや6二角と引いた瞬間を飛び上がりましたですか、桂馬を打ってなかったらもしかしたら、あれ余計でしたか、まあ桂馬を打って捨てたのがたので、ね、うん、いやー悔しい、いやでもこれはかっこいい手でした、はい、ありがとうございます、いやでも、はい、いい対局でした、多分うん今までで一番と言ってもいいぐらいすごい大熱戦だった、大熱戦でしたね、洗いは偉い出ましたね、いやいや、洗いは偉いでもちょっと6人格刺したら気持ちよかったですよ、ね、そうそう、いやあれがあれはびっくりしました、めちゃくちゃな手だったらあれなんですけど、ちゃんと狙いを持ってあの一発狙いですもんね、そう角から詰むんです、ね、7一角を防ぎながら相手に詰めろをかけるという、うん、すごい絶妙手、うん、になるかもと思ったんですけどね足りなかったですね、はい、いやー、いい将棋でした。はい。積んでるんだ、積んでなかったね。いや、お互い、お互い非常に最後、積むか積まないか、うん、僕も、うん、一瞬じゃ分からないような状況が続いてたんで、うん、多分積むだろうなぐらいだったんですけど、うん、すごい際どかったです。
じゃあもう一戦ですか。はい、最後頑張りましょう。はい、ちょっと休憩しなくて大丈夫ですか、こんなすごい。いや、僕はいいです。そうなんですよ。いや、もう面白くなってきた。面白くなってきちゃったって面白かった。頑張ります。頑張ってください。いや、興奮しちゃった。いや、興奮する試合でしたね、今。本当に。はい。ボスいつ来るのって、ボス来ないですね、なんだか。来ないんじゃないですか。来ないとかあるんですかね。ありますね。うんうん。忙しいんですよ。いやー、かぶり物はってね、そうそうそう。ちょっと暑いんでね、ここが。いやでも。お休みです。面白かった。熱い戦いでしたよ。今結構1時間半ぐらいやってたんじゃないですか。長かったかもしれないですね。1時間20分やってました、うん、かなり大熱戦でした、はい、今までで一番長い。長いかもしれないですね。そうなんだ。でもしかも内容もすごいし、その前のが20分ぐらいで終わった。だからちょうど今ちょうどいい感じになりましたね。いつもの時間だねって言いながら。いやー将棋面白いですね。将棋面白いですよ。これで人の将棋を見るとやっぱりプレッシャーがないんでまあ楽しめますよね。自分がやってる方はまあ楽しいでしょうけど、それどころじゃないですか。自分がやってる時はやっぱピリピリします。いや、やっぱそれはまあ勝ちたいですからね。そうですよね。見てる方は勝ちとか負けとかないですからね。確かに。いやここにありますね、玉が。すごいところにいました。と言っているうちにもう始まる。